萩生田光一氏2000万円返金。衆院選27日投開票で、東京24区に無所属で立候補している萩生田光一氏の事務所は25日公式 X 旧 Twitter を更新し、自民党派閥裏金事件を受けて公認されなかった前職候補に自民党本部が活動費として2000万円を振り込んでいた問題を受け、陣営として党側に返金の手続きを取ったと発表した。ご報告と題した投稿には、昨日確認された党本部からの交付金について、本日自民党第24選挙区支部の緊急役員会を開催し以下の決定をいたしましたのでご報告いたしますとした上で、本交付金は年間を通じて交付される正当なものではありますが、振込時期や金額が誤解を招く可能性があると判断いたしました。また党勢拡大を求められているものの、現在無所属で活動しているためその目的を達成することが困難であることを理由に返金することを決定しましたと投稿した。会議終了後、党本部にその旨を申し出、指定された口座への返金手続きを完了いたしましたと綴り、2000万円を党側に返金したと明かした。無所属候補として正々堂々と戦い抜く覚悟ですので、皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げますとも綴った。萩生田氏は24日夜に X に投稿した動画で、2000万円の振り込みを確認したことを認めた上で、正直申し上げてありがた迷惑な話だとコメントしていた。ここからはネット民の反応です。あなたはどう思いますか？結局もらっとったんやないかい。え、不正なものだったの？だから返したの？石破の顔を思いっきり潰してますな。石破総理グルド森山の立場があらへんがな。わい、大丸ホワイト案件です。2000万差し上げます。萩生田の株矢印、自民党の株矢印。手数料って結構かかるのかね。机にしまっておけばいいのに。よくわかんないんですけど、この2000万円は踏み絵みたいなもんですか？返しましたって人とそうでない人がいる気がするのですが、わら支部長辞めて口座も解約したから受け取っていないと言ってるやつもいる。しなぎなし裏金を過去に受け取っていた事実は今さら覆すことはできないだろうが、新聞赤旗がスクープして騒ぎになってなければ。これは何ロンダリング？萩生田豚は安倍ちゃんよりも悪党だから、二度と国会議員にしてはならない。一生冷や飯地獄にしないとダメ。選挙終わったらまた戻してもらうと思うわ。わら返せばセーフですか？バレてから返したところでな。ここに来ておるうたさんが一気に全国区になったな。統一教会の時にすでに全国区だよ。イクイナー気候教団関連施設に連れてったとか、四つんばいとか神の国にするとか、いろいろ話題になってたし、集会遅れすぎる山上事件の後にいっぱい出てきたろ。統一教会との癒着、岸田が2年近く解散しないで引き伸ばして世間が忘れたと思ったかよ。加計学園の頃から有名人だぞ。よし、あとは早く落選しろ。また裏でもらうんだろ。ヤクザってレベルじゃねえ。もらってないんじゃなかったのか。わら受け取ってたのすごいな。赤旗が言わなきゃスルーだろこれ。コッパ返金ってわら、本来なら入金前に拒否すべきだろ。バレなかったら懐に入れてたんでしょ。つぼ民党はここに返納しろや。